スマート J:COM ボックスはこちらのリモコンを使って操作をすることができます。まずは本体の電源をつけます。リモコンの左上にある丸いボタン、こちらが電源ボタンとなります。次にホームボタンを押してください。ホームボタンとは家のマークがある丸いボタンです。ホームボタンを押すとテレビ画面にはホームメニューが映し出されます。スマート J:COM ボックスではこのホームメニューがさまざまな操作の基本画面となります。テレビを見る、番組表を使う、録画する、録画した番組を見るなどのさまざまな操作はこのホームメニューから選んで操作することができます。基本的な画面の操作はリモコンの選択ボタンと決定ボタンで行います。この選択ボタンで画面上のカーソル、選択枠を上下や左右に移動させることができます。目的の項目に移動したら選択ボタンの中央にある決定ボタンを押すことで一つの操作が完了、次の画面へと進むことができます。ホームメニューから選んで進んだ次の操作画面でもそれぞれこの選択ボタンと決定ボタンによって操作を行うことになります。またホームメニューにある番組表、 VOD、 録画リストなどについてはリモコンの番組表ボタン、 VOD ボタン、録画リストボタンを押すことで直接それぞれの操作画面に移動することもできます。番組表から見たい番組を選ぶ場合、まずはホームボタンを押して画面をホームメニューにしてください。ホームメニューからリモコンの選択ボタンを使い、カーソル、選択枠を横に移動させて番組表を選んで決定ボタンを押してください。この操作の代わりにリモコンの番組表ボタンを押すことで同じように番組表の画面を表示することもできます。番組表の画面では一番上の列に現在放送中の番組が表示されます。リモコンの選択ボタンを使いカーソル、選択枠を横に移動させることで見たい番組を順に探すことができます。見たい番組を選んで決定ボタンを押すと番組の詳細画面が表示されます。視聴するを選んで決定ボタンを押してください。これで選んだ番組がテレビの画面サイズで表示されます。